うんちを学ぶロボットから学ぶ。いい加減なロボット店に排便について学べるロボットがありました。ポンプで腸を刺激するとうんちの粘土が出てきます。トイレに落ちれば完了です。子供たちはロボットを通してうんちが出てくる仕組みを楽しく学べるのです。この研究は看護師向けの排便ケア訓練ロボットが元になっています。現場で経験するしかなかった排便ケアが訓練できるのです。センサーで状態を確認し一連の動きがわかるので、いきなり実践だった世界が変わるかもしれません。うんちを学ぶロボットから学ぶ。いい加減なロボット店に排便について学べるロボットがありました。ポンプで腸を刺激するとうんちの粘土が出てきます。トイレに落ちれば完了です。子供たちはロボットを通してうんちが出てくる仕組みを楽しく学べるのです。この研究は看護師向けの排便ケア訓練ロボットが元になっています。現場で経験するしかなかった排便ケアが訓練できるのです。センサーで状態を確認し一連の動きがわかるので、いきなり実践だった世界が変わるかもしれません。